うん、椿を書きます。絵手紙リリチューブ。絵手紙を始めるのをためらっているあなたに、絵手紙やるなら今でしょう。緊張するな。ごきげんよう。絵手紙リリチューブを配信しているリリです。この動画を今ご覧になっているということは、少なからず絵手紙に興味がおありなのではと推測します。いえ、絵手紙でなく絵に本当は興味があるって方もいらっしゃるかもしれません。今回の動画では、絵手紙に興味はあるけどまだ始めていない、よしやってやろうというきっかけをまだつかめていないという方におすすめの動画となっています。この動画を見終わる頃には描きたくてうずうずしてくるだろうと思います。画面上では紅白のマーブル模様が美しい椿のメイキングを流しています。桜の花のメイキング動画でも色のグラデーションのお話をしていますが、今回は実際にハガキの上で混色する場面や画仙師ならではのハガキの白を生かしたグラデーションの付け方などもご覧になれます。ところで、あなたは最近絵を描くという経験をしましたか？絵を描くという機会は仕事上必要な方は除いてですが、多くの場合学校を卒業すると少ないのではと思います。かくいう私もそうでした。小学校の頃は年賀状に干支の動物を描いて送ったりしたこともありますが、成人してからはもっぱら年賀状はプリントごっこを利用していました。仕事も絵とは全く無関係のものでした。そんな私がなんと絵手紙の教室を持ち、絵手紙動画まで配信するようになりました。私が絵手紙を始めるきっかけについては、男の絵手紙の3つのいいことというタイトルの動画で配信しています。ご興味のある方はコメント欄と説明欄にリンクを貼っておくので、ぜひご覧になってくださいね。今回はタレントの片岡鶴太郎さん、そして私の友人が絵を描き始めるきっかけになった出来事を例にお話を進めていきます。片岡鶴太郎さんはウィキペディアによると、日本のお笑いタレント、俳優、画家、書家などなどマルチな才能を発揮されています。とある寒い冬の日、鶴太郎さんが出かけようとした玄関先で背後に何か気配を感じたそうです。振り返ってみると、そこに赤い椿の花が咲いていました。当時はその花の名前すら知らなかったのですが、寒くて誰も見ていないのにけなげに咲いているその花を見て痛く感動し、どうにかしてこの感動を表現できたのなら、どんなに素敵で豊かな人生になることだろう、そう思ったのが絵を描き始めるきっかけになったそうです。そしてもう一人、私の友人の絵を始めるきっかけのお話をさせてくださいね。その友人もまた、ある冬の寒い日に見た景色に心を奪われて絵を描き始めました。その景色とは、満月の夜に見た海です。月の光は海に反射し、ダイヤモンドをまき散らしたようにキラキラと輝いて、この世にこんな美しい景色があったんだと心底感動したそうです。誰も来ないようなこんな寒い冬の海岸で、この海や月たちはその瞬間の精一杯の輝きを放ち続けている。誰も見てないところでも自分が精一杯輝いていれば
いつかきっと誰かが見つけてくれるんだ。まずは自分が頑張って輝いていこうと思いました。この素晴らしい景色を何かに残したかったけど、写真ではうまく表現できず、それならばと彼女は絵に描くことを思いついたそうです。ここで特筆すべきは、鶴太郎さんも友人もそして私も絵を専門に習ったことはないという点です。やり続けることで鶴太郎さんも友人もそして私も自分らしい絵を描けるようになっていったのです。もちろん絵を始めた後からの独学や、もしかしたら専門家にも習ったのかもしれません。でも始めた時点では友人も私も中学校までの絵の知識しかありませんでした。鶴太郎さんが美術を高校まで学ばれていたかはちょっと私にはわからないのですが、絵の経験はその赤い椿に出会うまでなく独学で始めたと書かれていました。何かを始めるのに専門的な知識がある必要はありません。むしろない方が固定観念もなく自由に自分らしさを発揮できるのではないでしょうか。もちろん基礎の部分は何の学びでも必要です。でも基礎はそれこそ初めてから学べばよいのです。何のこだわりもない方がスポンジが水を吸うように素早く吸収できます。私が絵手紙を始めた頃は今のように絵手紙のジャンルが細分化されていませんでした。今は水彩画や水墨画調のもの、一筆画風なものやイラスト調なものなどなど多様にありますが、当時は絵手紙といえば筆はてっぺん持ち、お手本はモチーフそのものというのがごくごく当たり前でした。絵手紙とはこういうものなのだと私は何の疑いもなくてっぺんを持ち、実物のものを見て描いていました。そのうちにやっぱり基礎は知っておいた方が良いかもと思い立ち、絵手紙教室に2年ほど通いました。でも最近は YouTube でも絵手紙のメイキング動画を配信されている方がたくさんいらっしゃいます。このチャンネルでも絵手紙を学ぶ上での大切なことや上達のコツやヒント、詳しいメイキング動画なども配信しています。なので自宅にいながらだってある程度の知識は深まり、絵手紙の雰囲気はつかめるのではと思います。どこに行くこともなくお家にあるものから絵手紙は始められます。お家にあるもので始める絵手紙の動画も以前配信していますので、これもリンクを貼っておきますね。絵や絵手紙を始めるには経験や知識がなくても大丈夫なことは伝わったかと思うのですが、そんなことを言ってもその人たちはセンスがもともとあったのではとお考えになる方も多いと思います。センスがある人とそうでない人とはスタートラインそのものが違う、そう思われるかもしれません。しかし私の好きな言葉に、センスは量という言葉があります。センスは磨けるのです。例えば味覚のセンスについてです。ラーメンの学校というのがあります。そこの校長先生は今まで全国つつうらうらラーメンを食べ歩きされてきたそうです。例えばなんとか県の〇〇亭のなんちゃらラーメンというと、校長先生は瞬時にその味を再現できるそうなのです。
それは長年いろいろなラーメンを何度も食べ、ご自身でも作って研究されたからでしょう。そうなるまでに一体何杯のラーメンを食べ、何杯のラーメンを作ってきたのでしょうか。最初からすべてうまくいったわけではないでしょう。きっと失敗もたくさんあったと思います。センスとは量をこなし続けていくことで着実に身につくものでもあるのです。まれにですが、生まれながらにして優れた才能をお持ちの方に出くわすことだってあるでしょう。私たちはその天才たちと肩を並べることは不可能かもしれません。しかし今よりも近づくことくらいはできるのではないでしょうか。継続することでセンスは磨かれ、あなたらしさを思う存分発揮できるようになります。そしてあなたは自分の持ち味や良さを発見でき、きっと自分の作品を愛せるようになります。絵手紙は下手でいい、下手がいいがモットーです。始めるきっかけは様々あると思いますが、この下手でいいという言葉は私の背中をポンと優しく押してくれました。知識や経験がなくても大丈夫です。センスだって始めればついてくるのです。絵手紙は人と比べるものではありません。このことは大事なこと言うよの動画でも配信しています。上手や下手とは関係がなく、あなたらしさが前面に出た絵手紙こそが人の心を捉え、そして伝わるのです。もっと言えば絵手紙は手紙です。上手であるよりもあなたの感動やその時揺れ動いた気持ちが相手に伝わることが大切です。絵が下手でも絵手紙には言葉があります。字が下手でも読めるように丁寧に書くことはできると思います。大切なのは相手に伝えたいと思う心です。あなたの心を、あなたらしい絵と、あなたらしい言葉と、あなたらしい文字で、そうです、あなたらしさ全開で伝えれば良いだけなのです。絵手紙へのハードル低くなってきませんか？この動画をご覧になり、私は、俺はリリチューブを見て絵手紙を始めたんだという方が一人でも増えたら嬉しいです。色塗りできました。うーん、できました。なんでこの言葉かというとですね、はい、椿はですね、嫌いですぐポタンって落ちてしまうので、ここって時を捉えないと何でもダメなので、ちょっと開いてない椿が描きたかったんで、この花も今日を逃すと、うん、これはつぼみで切ったんで今ちょうど開いてくれてる。今でしょみたいな、あの今でしょ、うん、そういう感じで、私たちも今を生きているという、そういうことですよ、はい、それではありがとうございましたもう一回言いますか、はい、せーの、ありがとうございました。絵手紙リリチューブ、いつも見てくれてありがとうございます。また絵手紙一緒に楽しみましょう。